人は今全員仮面マシンマン。出演者の名は星雲仮面マシンマンは1984年1月13日から同年9月28日まで日本テレビ系で全36話が放送された。東映が当時人気が安定していたスーパー戦隊シリーズと宇宙刑事シリーズに次いで制作したヒーロー番組である。両シリーズとは違いコメディ色が強めの作品となっている。原作は仮面ライダーシリーズで有名な石ノ森章太郎。企画当初のタイトル候補はジェッターマン、異星児マシンマン、星雲児マシンマンなどであった。マシンマンという名称はすでに他社により名称登録されていたが、石ノ森章太郎の力で円満に譲渡してもらえた。マシンマンに変身する主人公ニックこと高瀬健はプレアデス星団 IB 星からやってきた異星人である。太陽系の惑星群に関する卒業論文作成のためにわざわざ地球にやってきた。地球人とは違う特殊能力を秘めているが、目立たぬよう能力があることを隠している。普段はパッとしない人と周囲に思わせていて、変装のために地球では伊達眼鏡をかけている。第1話ではマシンマンとは名乗っていないが、作中ですっごいマシンに乗ってきたという理由からマキがマシンマンとつけたことにより、その名称が気に入ったので以後自分でもそう名乗るようになった。最終回で卒論の提出期限が近づいたため手紙を残し、誰にも正体を告げず IB 星へ帰還する。そんなマシンマンの主演に選ばれた作田治さんですが、鹿児島県生まれで小学6年時に父親の転勤により母親と鹿児島から上京されてます。上京された頃は鹿児島弁を矯正するために劇団いろはに入団されました。子役として仮面ライダー、人造人間機械ダーなどに出演されてます。その後 NHK 連続テレビ小説水色の時に大竹しのぶの弟松宮俊彦役で出演され、TBS のテレビドラマ「結婚するまで」では秋吉久美子の弟真田健一役で出演。ワイド劇場「野菊の墓」で山口百恵の相手役にも抜擢されました。時代劇なども含む数々のドラマシーンで活躍されました。そして「星雲仮面マシンマン」の主演となったわけですが、マシンマンは口元が見えるヒーローだったので、アップシーンはもちろんですが簡単なアクションシーンも作田さんが演じられてます。後日談として高瀬健の役作りについては、スーパーマンのクラーク・ケントを意識したと語っておられます。1990年代後半以降は声優として海外の映画やドラマの吹き替えをされたり、テレビ番組の副音声解説を担当されておりました。ディスカバリーチャンネルで人気番組である名車再生クラシックカーディーラーズで交渉役マイク・ブルーワーの吹き替えを担当されておりましたが、2018年頃から膵臓がんで少しずつ病気で療養されており、2020年12月に膵臓がんによりお亡くなりになりました。享年62歳。葉山真希役を演じられた塚田清美さんですが、高校卒業後に芸能界本格デビューされ、クイズ「ドレミファドン」のアシスタントガールで初レギュラー。その後マシンマンを経て宇宙刑事シャイダーのビビアン役、巨獣特捜ジャスピオンアンリ役をしたことで特撮ヒーローものではおなじみの存在となった。その後は教師ビンビン物語をはじめとした人気ドラマにレギュラー出演されていたのですが、1990年以降は暴れん坊将軍、遠山の金さん、水戸黄門といった時代劇への出演がメインとなりました。現在は女優を引退されており、高校教師としてイギリス在住されております。以上、星雲仮面マシンマン出演者の余談でした。